第10位、松坂大輔。2006年オフにレッドソックスと6年総額5200万ドルで契約した松坂。1年目の2007年から15勝を挙げてチームの世界一に大きく貢献。翌2008年には18勝を挙げるなど強い存在感を放ちました。しかし2009年は怪我の影響で12先発にとどまると、以降も懸念されていた制球難が響き不安定な投球が続きます。自身最高額の年俸となった2011年はわずか1勝しか挙げられず、同年限りでフリーエージェントとなってしまいました。オフにはインディアンスとマイナー契約を結ぶも、シーズン途中で自ら契約解除を申し出て自由契約。直後にメッツとメジャー契約を結び、2014年は主にリリーフとして34試合に登板しましたが、先発に強いこだわりを見せたこともあり、同年オフに再び FA となり日本球界に復帰しました。第9位、前田健太。2015年オフにロサンゼルスドジャースと8年契約を結んだ前田の基本給は1年300万ドルで、契約ボーナスを加えて8年総額2500万ドルというもの。しかし先発登板数、イニング数などの出来高条件を全て達成で1500万ドル増、さらにトレード成立の際には100万ドル増など多数のオプションがついた特殊な契約内容でした。1年目の2016年から開幕ローテーション入りを果たした前田は、初登板試合では初本塁打を放つなど投打にわたる活躍で見事初勝利。以降も安定した投球を続け、32先発で175回3分の2を投じて16勝をマークし、さまざまなオプションをクリアしたことにより同年の年俸は1202万5000ドルとなりました。見事実力で自身最高額の年俸を勝ち取った前田は、2017年以降も活躍を続けましたが、チーム事情と適性を加味してシーズン終盤からはリリーフへと配置転換。起用法に応える投球を続けた一方で、出来高条件の達成は困難なものとなりました。しかし2019年オフに先発投手の補強を図ったミネソタツインズへトレード移籍。すると60試合制となった2020年は6勝、防御率 2.70、 メジャートップのウィップ 0.75 をマークし、サイ・ヤング賞投票でも2位に入るなどさらなる飛躍を遂げます。ただ開幕投手を務めた21年は故障の影響もあり、序盤から調子が上がらず、9月にはトミー・ジョン手術を受け、2022年中はリハビリ期間となっています。第8位、松井秀喜。2002年オフにヤンキースと3年契約を結んだ松井。1年目の2003年から3年連続全試合出場を果たし、3年連続100打点を記録します。2004年には打率3割5厘、31本塁打をマークするなど存在感を発揮し、2005年オフに4年総額5200万ドルで再契約を交わしました。2006年と2008年は怪我に苦しみましたが、翌2007年は143試合に出場し、打率2割8分5厘、25本塁打、103打点の活躍。2009年にはワールドシリーズで打率6割1分5厘、3本塁打、8打点の活躍でシリーズ MVP に輝くなど、金額に見合った活躍を見せました。契約満了となったオフにはエンゼルスへと移籍し、打率2割7分4厘、21本塁打の成績を残しましたが、調子の波が激しいことも起因し、1年限りで FA になります。以降はアスレチックス、レイズに1年ずつ所属したものの成績は下降。特にレイズに所属した2012年はわずか34試合の出場にとどまり、同年限りで現役引退を決断しました。第7位、岩隈久志。2011年オフにマリナーズと1年契約を結んだ岩隈は、1年目の2012年シーズン中盤から先発ローテーションに食い込むと見事9勝を挙げ、さらに2年契約を勝ち取り残留となりました。すると2013年は14勝、2014年は15勝を挙げるなど先発に欠かせない存在に。ますます活躍を続ける岩隈は2015年にノーヒットノーランを達成、2016年には自己最多の16勝をマークするなど完全にチームの柱となります。しかし最高年俸で迎えた2017年は怪我の影響で6試合の登板にとどまり、0勝と結果を残せませんでした。するとマリナーズは再契約を結ばず、岩隈は一時 FA となります。結局オフに再度マイナー契約を結びましたが、メジャー昇格とはならず2019年に日本球界に復帰しました。第6位、福留孝介。2007年オフにカブスと4年総額4800万ドルで契約した福留は、1年目からオールスターゲームに選出されるなど存在感を放ちましたが、中盤以降は調子を崩して途中出場の機会が増加しました。
2009年以降もコンスタントに出場機会を得たものの、打撃では好不調の波が激しく、やや物足りない成績で年俸に見合った活躍ができませんでした。すると契約最終年となった2011年のシーズン途中にインディアンス、現ガーディアンズへトレード移籍となり、オフにはホワイトソックスと契約するも、怪我の影響もあってシーズン途中に自由契約、直後にヤンキースとマイナー契約を結びましたが、結局メジャー昇格とはなりませんでした。第4位、菊池雄星。2018年オフにマリナーズと3年総額4300万ドルをベースに、最大7年総額1億900万ドルとなる変則契約を結んだ菊池。1年目の2019年は開幕からローテーションを守り、32試合に先発するも6勝11敗と負け越し、防御率 5.46 に終わります。新型コロナウイルス感染拡大の影響で60試合制となった翌2020年は、フォーシームの平均球速が約4キロアップするなど変化は見られましたが、9先発で2勝4敗、防御率 5.17 と2年連続で結果を出すことはできませんでした。しかし今後の契約においても勝負のシーズンとなる2021年に前半戦だけで6勝をマークするなど躍進を見せ、オールスターに初選出。後半戦は失速し、最終盤にはリリーフへ配置転換。同年オフには球団、菊池の双方が契約延長オプションを破棄し、ブルージェイズへの移籍を決断します。契約内容は3年総額3600万ドルで、22年が年俸1600万ドルで、23、24年はそれぞれ年俸1000万ドルというものでした。新天地でも先発ローテーションを担っていましたが、結果を残せずまたもやブルペンに配置転換となりました。第4位、黒田博樹。2007年オフにドジャースと3年契約を結んだ黒田は、1年目から先発ローテーションの一角として活躍します。2010年には11勝を挙げて再契約を交わすと、2011年には13勝を挙げ、防御率 3.07 をマークしました。2012年からはヤンキースに移籍すると単年契約での更新を続け、ドジャース時代から5年連続となる2桁勝利を挙げます。 MLB 在籍最終年となった2014年でもその輝きは変わらず、32試合に登板し11勝9敗という成績を残しました。オフには自身最高年俸の1600万ドルを上回るオファーも受けたようですが、古巣カープへの復帰を決断し、日本球界に舞い戻りました。第3位、イチロー。2000年オフにマリナーズと3年契約を結んだイチローは、1年目から不動のリードオフマンとして打率3割5分、242安打、56盗塁をマークし、首位打者、最多安打、盗塁王、新人王、シーズン MVP など数々のタイトルを受賞する衝撃デビューを飾りました。2004年には262安打を放ってシーズン最多安打記録を樹立し、打率3割7分で2度目の首位打者を受賞するなど驚異的な成績を残し続けます。すると2007年オフには5年総額9000万ドルで2度目の契約延長を決めました。その金額に見合う活躍を毎年続け、ヤンキースやマーリンズにも移籍していきました。第2位、田中将大。2013年オフにヤンキースと7年総額1億5500万ドルの超大型契約を結んだ田中。1年目から13勝を挙げると、以降も先発陣の核を担い、2015年から2017年までは3年連続開幕投手に任命されます。特に2016年にはキャリアハイの14勝、防御率 3.07 という成績を残し、最優秀防御率のタイトルにも肉薄しました。60試合制となった20年こそ3勝にとどまりましたが、それまでは6年連続で2桁勝利をマーク、7年間で通算78勝46敗と32個の貯金を作り、2021年から古巣楽天に8年ぶりの復帰を果たしました。第1位、ダルビッシュ有。2011年オフにレンジャーズと6年契約を結んだダルビッシュは、1年目から16勝を挙げます。2013年には13勝、277奪三振、防御率 2.83 をマークして最多奪三振のタイトルを受賞。2017年はシーズン途中にドジャースへトレードされ、オフにはカブスと6年総額1億2600万ドルの超大型契約を結びました。その後2年間は成績が低迷していましたが、60試合制となった20年はシーズンを通して圧巻の投球を披露。最終的には8勝93奪三振、防御率 2.01 をマークし、最多勝のタイトルを受賞するとともにサイ・ヤング賞では2位になりました。2021年からはパドレスへ移籍し、2年連続で開幕投手を任されるなど絶大な信頼を寄せられています。
いかがだったでしょうか。この動画が面白かったと思う方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。